ヤニツァ・コステリッチ、ヤニツァ・コステリッチは、クロアチアのアルペンスキー選手、ヤニツァ・コステリッツの表記もある。ソルトレークシティオリンピック、トリノオリンピックの2大会で4つの金メダルを獲得。FIS ワールドカップでは2001年2003年2006年に優勝。2006年大会では1大会で、アルペン5種目すべてを制覇した。アルペンスキー世界選手権では2003年に開転と、 複合の2種目で2005年に開店格好、複合の3種目で優勝した。2006年、ローレウススポーツ賞受賞。2007年、引退を発表。兄は、アルペンスキー選手のイビツァコステリッチ、クロアチアのザグレブに生まれる。3歳の時に、ザグレブ郊外のスリエメサンでスキーを始めた。ジュニア時代はコーチでもある父やスキー選手のニーラと、 テントや車で寝泊まりをしながら、トレーニングをした経験を持つ。1995年、13歳で、欧州域内のジュニア大会に出場して、回転や大回転で表彰台に上がり、クロアチアオリンピック委員会の推薦により、IOC のオリンピック奨学金を得る。1997年、15歳で、シニア大会にデビュー、ワールドカップにも出場する。 大会アルペンスキー種目出場選手中最年少の16歳で出場した1998年長野オリンピックでは複合で8位となるその後の世界選手権では複合で銀メダルスーパー大回転で銅メダルを獲得する1999年12月サンモリッツで練習中に転倒し膝に重傷を負う2001年怪我からカムバックして 自身初のワールドカップ総合優勝を達成。翌年のソルトレークシティオリンピックでは複合、回転、大回転で優勝、スーパー大回転で2位となり、祖国クロアチアに初めての冬季五輪メダルをもたらした。またこれによって1大会でアルペンスキー3種目の金メダルを獲得した初めての女子選手ともなった。2003年のワールドカップ総合で2度目の優勝。 さらに同年の世界選手権では回転と複合の2種目を制覇、特に回転は兄のいビさとと共に兄弟揃っての優勝となった。度重なる故障や治病の向上選疾患に苦しみながらも2005年の世界選手権では回転、格好、複合で勝利した。2006年のワールドカップでは回転、格好、大回転、スーパー大回転。 複合の5種目すべてで勝利を挙げた。1選手による5種目制覇は、ペニル、ラビーベリ、ペトラ、クロンベルガーに次いで、女子アルペンスキー史上3人目、1シーズンでの5種目制覇は、クロンベルガーに次ぐ、史上2人目である。2006年トリノオリンピックでは複合で、自身4つ目となる金メダルを獲得した。このほか、スーパー大回転で、銀メダル、回転で4位の成績を収めた。 4つの金メダル、2つの銀メダルの獲得は、逸話の女子アルペンスキー史上最多記録を誇っている。度重なる故障を懸念し、2007年4月、自らのスキーの原点である、スリエメ山で記者会見を開き引退を表明した、ワールドカップ通算30勝、総合優勝3回、種目別回転総合優勝3回、種目別複合総合優勝4回。ありがとうございます。